どうもお疲れ様です。ナミさん。今日も動画の方を送っていただきましてありがとうございました。今日のテーマはちょっとゾッとする内容なんですよね。高齢者が労働必須の時代ということでね。ある程度年齢を重ねたら、もう働かずに社会が、そして自分の余力がですね、余生を安らかに過ごすことを、まあ、守ってくれればいいんですけどもね、なかなかそうもいかなくって、ずっとお金がないまま若い頃を過ごしてきて、そして年をとってね、 じゃあ高齢者ににになななりりりまままししした。60代になりました。70代になりました。代代でもお金がないから日々の食事のために日々の暮らしのために働かないといけないと若い頃あれだけ働いたのに一体何だったんだろうみたいなことに、ね、なりかねないんですよねもちろん好きな仕事があって好きなやりたいことがあってそれによって収入を得ている、ね、労働を喜びとしてやってるなら問題ないんですけどももうだってほら人生を一日に例えたら 朝目が覚めめてすぐは働き始めないでしょやっぱりこう生まれたばかりの子供みたいに最初は朝食をとったり二度寝をしてみたりとかするわけですよ。それでだんだん日が高くなっていって、えー、まあ働き出すみたいなことがお昼とか夕方だと思うんですけども夜になったら家に帰ってきてやっぱりねゆっくりとくつろいで家族と食卓を囲んだりそれから今日一日のことをゆっくりと思い出したりとかね自分の趣味に 夜の時間を費やしたり本をねしっかりと読んだりとかっていう風になってくると思うんですよでもその高齢者になっても働かなくちゃいけない状態って夜夜にななってもまたたね夜の仕事があるみたいな感じですようーんまあ何かね面白くないですよねそうなるとね寝る直前までつまり死ぬ直前まで働いてるみたいな感じになっちゃいますから一体自分は働いて社会を回してきて。 でその社会とのつながりがそこまであったかっていうとそうでもないと時には職場で人と憎しみあったりストレス感じてるわけでしょう一体どこにね安らぎがあったんだろうかとかね何をやるために生まれてきたんだろうかとかになっちゃいますよね、うん、やっぱり私はねその60とか70になって働くとかじゃなくって自分のできなかったことをあのアマチュアレベルでもいいからねゆっくりとなぞるような、まあ、そんな日々でやってほしいなと思いますし例えば自分の 小説や物語やね漫画を描きたいなと思いながら青春時代を過ごしてきた方誰に見せるでもなくただ描くということだけに70代を過ごしてみるとすごくいいんじゃないかなとかねその中でこれちょっと人に見せたいなって気持ちがあったら見せてもいいしそれが結果的に収入とか仕事になるんだったらしてもいいしみたいな形は私は思いますけどもねうん。 だからね、私今、エフェクトをアリアルして塾やってますけども、なんかその、自分で作った作品を他の人にも見てもらいたいっていう、展覧会みたいな意味もあるんですよね、多分ね。だって自分の相場解説、すごいでしょ、みたいな気がするんですよ。これで多分皆さん、わかりやすいでしょう、勝てるでしょ、みたいな、ね、例えてみると、字が下手だった方が書道教室に通って上手に書けるようになったと。趣味の域を超えて、じゃあ自分の書いた書物が人に、 お手本とととして売売れれるんじゃななないいかなと思ったら売れたみたらみころですよねで、これはどうやって書くんですかって言ったら「ここで力を入れて羽とか止めるはこういうふうにするんですよ」って言ったら「あ分かりやすいです先生」みたいなねそれがなんか老後の豊かな生き方なんじゃないかなと、うん、まあこう言ったらねちょっと言い方悪いかもしれませんけども70とかねその高齢になって人に教わりながらなんか 生活の糧をうるために仕方なく働くっていうのはなんかこう惨めな気がするんですよ。まあ仕事ってのはどんな形であるとも尊いものだと思いますけども、でもできればね、あの若い者にいろんなアドバイスをしながら、お手伝いをしながらトラブった時には自分の知恵で解決してあげながら、そんなね、まさに隠居みたいな形で仕事に関わっていくんだったらいいんですけどもね。どうなっちゃうんでしょうね。はい。50代で リリスキリングこれからのの人生のスキルを高めておくことことれ非常に大事だと思いますので50代でね FX を学びたいなという方もう60でも70でも80でも活かせるそんな手法になってきますんで今やっておきましょうそれでは今回は以上です